育種釣り差しと申します。我々はですね、普段、メンテナンスロボットですね、点検検査をする用途のロボットを、多く手掛けております。長年、ロボットの研究開発からですね、実用化、そういったところも含めて、幅広くロボットの開発にお手伝いさせていただきましたので、その経験の中でやはり現実的にその人が入れない、もしくは入ってもですね、その人体に影響があると言われるような現場、そういったところに、人の代わりに入っていって、仕事をする、そういったロボットですねを、開発しております。例えばですけども、今回こういったパネルを申しましたけども、プラントですとか多くの配管ですとか、そういったところがあるんですけども、なかなかそのメンテナンス、検査、こういったところが手が回らないというお話をよく聞いてまして、そういったところを、ロボットを導入することによって非常に、効率よく、検査ができるというようなものなんですね。で、実際に実機の方もお持ちしておりますけども、これはクローラータイプといいまして、戦車みたいなですね、クローラーがついているロボット、不整地でも、動きやすいという構造になっております。こういったロボットをですね、遠隔地で操作をするということで、実際に操作をするのはこういったパソコンの画面を見ながらですね、こういったコントローラー、こういったものを使いながら操作をするようになります。実際にそのロボットがいないところ、遠隔地で操作をする画面になりますので、ロボットから得られているカメラ画像ですね、これを見ながら操作をするようになります。で、ロボットの姿勢、バランスですね、どういった今状態にあるのかを表示をしながら、アームの状態などもこういうふうに、表示ができますので、こういったものを見ながら、操作をするということになります。必要な画面がありましたら、実際にカメラの、画像を取得しながらですね、取り込みながら後で解析ができますよという、アプリケーションを持ったソフトですねになります。で、我々の特徴としてはですね、こういったロボットを一から開発していくというのが一番の強みなんですね。ロボットのその仕様の策定からですね、実際にロボットを作るところ中の、こういった基板ですね、モーターコントローラー、ドライバー、そういったところも含めて、最終的にはこういったソフトウェア、アプリケーションも全て我々の社内で一貫して生産することができますので、ですので、お客様の方からはこういったことをやりたいんです、こういった作業を効率よくやりたいというお話をいただければ、最終的に動くロボットをお客様の方にはご提供できるというのが、我々の一番の強みでもありますので、そういった何らかのですね、ロボットに関してのご要望、そういったものがあればぜひ私どもの方にご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。